道内有数の米どころ上川の東川町では今年も田植えが始まっています。大雪山系を望む水田に次々と植えられていくのはブランド米ゆめぴりかの苗です。東川町では上川管内のトップを切って先週から田植えが始まりました。先月下旬の冷え込みが心配されていましたが、苗はおおむね順調に育ったということです。コロナ禍の中で、お米の需要がかなり減っていますので、誰が食べても美味しいと心から思えるようなそんなお米を作っていきたい。東川町では124軒の農家が今月いっぱい田植えを行い、9月上旬には収穫を迎える見通しです。